タイトルの春陽の丘には学校名である春日が丘をイメージして名付けているんですよ。では数年前から行っているこの出版時の改訂は日本の現場にも合うものになっていると思っています。この作品は華やかな場面と歌うような穏やかな場面がありますので、皆さんこんにちは、作曲家の八木沢です。本日はロケットミュージックから新しい楽譜が出版されましたのでご報告させていただきます。今回出版されたのは愛知県で活躍されている中部大学春日が丘高等学校吹奏楽部の創部50周年記念として作曲したファンファーレです。まずは少しお聴きいただきましょうか。正式な録音は海上自衛隊クレ音楽隊によってレコーディングされましたので2021年の2月頃までには CD がリリースされると思います。 CD については改めてお知らせしますね。本日は楽譜と作品についてのみご案内させていただきます。改めましてこの作品は中部大学春日が丘高等学校吹奏楽部のOB 会の移植として2017年に作曲しました。顧問である安田達彦先生の指揮、同吹奏楽部によって世界初演されました。タイトルの春陽の丘には学校名である春日が丘をイメージして名付けているんですよ。華やかなファンファーレと緩やかなコラールから構成される演奏会の幕開けにふさわしい作譜を目指しました。実は出版されたバージョンは若干同高校が初演されたバージョンとは違っています。私は基本的に依頼された団体をイメージして作曲したり、ご要望に応じた編成で作曲したりしているのですが、出版するときに編成やグレードの見直しをして幅広い団体に演奏していただけるようにしています。特にここ数年に出版された作品にはその傾向が強いです。これはアメリカやヨーロッパで仕事をしてきた経験を踏まえてそうしています。海外では日本のバンドとは異なって長時間によるリハーサルをしません。数回の練習でコンサートを行うことがほとんどです。そういった現場事情も考慮して楽譜を見直して出版するようにしています。現在日本でも新型コロナウイルスの影響によって長時間による何日もによる練習というのができない状況になりました。そういった意味では数年前から行っているこの出版時の改訂は日本の現場にも合うものになっていると思っています。この作品は華やかな場面と歌うような穏やかな場面がありますので、ぜひ基本的な技術や表現力を身につける練習曲としてもご使用いただけますと幸いです。もちろん様々なコンサートで素敵な演奏を聴かせていただけることを楽しみにしています。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。